ソウル観光財団によりますと、台湾の台北のシンボルビル、台北101階広場でソウル観光プロモーションが開かれました。当時のソウル観光イベントには、BTS 人のフォトゾーンで写真を撮ったりイベントに参加したりするため、台北市民数千人が集まる大盛況だったそうです。今回のイベントはソウルの観光をメインテーマに、台湾市民がソウルを感じ、体験できる多様なプログラムを提供しました。特に台湾の MZ 世代をターゲットにした BTS 人のフォトゾーンを作り、熱い人気を博しました。一方、BTS 人が11月21日に放送されるアメリカ NBC のジミー・ペロンショーに出現し、初のソロアルバムのタイトル曲「ランニングワイルド」を発表します。最近、ジミー・ファロンショー側は SNS でジンの出演予告映像を公開し、司会者ジミー・ファロンのスペシャルゲストディスクをコンピューターに挿入すると、ジンの新曲ランニングワイルド伴奏が流れ出て、ジンの出演を予告しました。ジンは BTS メンバーと2021年にジミー・ペロンショーに出演したことはありますが、ソロ曲の発表をきっかけに出演は今回が初めてということです。